TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は12月9日、時刻は5時6分を回っています。もう外は真っ暗ですよね。日が沈むとやっぱり寒いんですけれども、でもちょっとおかしくないですか。今年の冬といいますか、12月で先週22度も気温が上がった日がありましたからね。やっぱり何回も言うようなことですが、温暖化の影響が如実に最近出てきているなという感じがしますけれども、だって22度、先週、まあ上着は着てたけど、T シャツの日多かったからね。でも12月に T シャツっていうのは、ちょっと今までないかなっていう、まあそれぐらいあったかいんだよね。そうなんですよ。ちょっと何着ていいか分かんないよね。こういうのは体調も崩しやすいし、寒くなるかなと思うと結構汗ばむぐらいあったかいし、マフラーも持ってっても巻かないみたいな、よくわかんないみたいな、そんな感じですけれども。ちなみに今、チャーがツアー出てますけれども、この間 EX シアターで初日見たんですけども、よかったですね。僕はぶっちゃけあの人はもう長い付き合いで、ライブもぶっちゃけ100回以上見てるのかな、なんだかんだ言って。まあそれぐらい長いんですよ。でも今回すごいいいロックしてて。やっぱりチャーってすごく、ああ見えてあの人すごい真面目だから、なんかこう、僕なんか全然年相なんか考えないんですけども、女の別に往生際が悪い男でずっと言おうと思うんだけど、あの人結構年相になんかちょっとメロの曲入れたいとか、なんかいろいろあんて、すっげえロックしてて、かっこよかったですよ。もうアレンジももう攻め攻めな感じで、僕は好きでしたね。いろいろ、当然、彼は、なんだろう、やっぱり歌謡曲もやってるし、いろいろロックもやってるけれども、やっぱり俺はもうガンガンロックのチャーが好きなんだけれども、まあそういったチャーが好きな人にとっては、今回のツアーは、これはもうすごいですよ。やっぱり、なぜ彼が日本でもうナンバーワンって言われるぐらいのギタリストかっていうのは、今回のライブ見ればわかる。本当にいいよ。ぜひ、チャンスがあれば見てみてください。さあ、TOKYO HOT 100 最新のレギュラーチャートトップ5をチェックしましょう。5位はカーリー・レイ・ジェプソン、パーティー・フォー・ワン。先週3位から痛恨の2ポイントダウン。4位はあいみょん、今夜このまま。巻き返しならず。こちらも先週2位から痛恨の2ポイントダウン。3位は平井堅、 Half of Me。 こちらは先週4位からじりっと1ポイントアップ。2位は星野源、 Hello Song。オンエアとリクエスト好調、先週26位から一気にトップ目前。では最新の TOKYO HOT 100、 100曲チャートのてっぺんは、オンエアとサブスク好調で2連覇達成、 Ariana Grande Thank You Next、 2 straight weeks at number 1。 こんな感じです。次回 TOKYO HOT 100 12月16日は、100曲カウントダウンに加え、ゲストはラッドウィンプスとアジアンカンフージェネレーション。さらにまたやります。アイデアがつきました。逆転シンガーソングバスター、またもや開催。古き良きネタで1万円ゲットしてください。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100